彼女は本当に綺麗です。ルセラフィムの和葉はデビュー当時から常に筋と結びつけて考えられてきました。和葉の純粋無垢な魅力は筋のデビュー当時とよく似ていると言われていたのです。韓国のファンの間では2人の雰囲気が似ていることで話題になったこともあります。和葉の最近のビジュアルが筋のそっくりさんのようだとネットユーザーが気づき再び話題となっています。和葉は2023年4月29日ルイ・ヴィトンのイベントに向かう途中、動画や写真を撮影されています。エレガンスとシックな雰囲気を兼ね備えたウォーキングを披露してくれました。最小限のメイクではありますが華やかな印象です。レザーのトレンチコートを着て秋の装いを完璧に着こなしていました。参考までにトレンチコートを着た筋を紹介します。ネットユーザーは和葉のビジュアルに夢中になっています。最初から筋の雰囲気があると思ってたんですけどね、本当に似ているんだと思う。うわ、本当に筋かと思った。本当にやばいくらい可愛い。二人ともガチで可愛い。和葉は本当に清潔感があって肩肘張ってないし、かといって平凡でもない。またネット上では和葉と筋の共通点について次のような点が挙げられています。二人ともナチュラル系の美人、清楚で品があるところ、眉のラインと目の形がそっくり、輪郭が同じ、鼻と唇の形、唇の厚みがそっくり、二人の写真を比較してみると顔のパーツについてはほぼ同じなのではと思えるほど似ていることがわかりますね。しかし身長に注目してみると、筋の身長が168センチなのに対し、和葉の身長は174センチと6センチもの違いがあります。実際に二人が並んでみると身長差で見分けることができそうですね。いずれにしても二人ともスタイル抜群で、韓国では女優顔と呼ばれる美貌を持っています。今後もどのような美しい姿を見せてくれるのか楽しみですね。